です。それでは歌声北の皆さんお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、歌声北です。今日は私たち憲法大好き、憲法9条大好き、戦争大嫌い、やめましょう、それから平和が大好きの仲間が集まりました。はじめに憲法9条が発布されたときに、中学1年生用の教科書、新しい憲法の話、それで中学1年生に憲法9条をこんなふうに教えたんですね。その日、あの日の授業を歌います。日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争をするためのものは一切持たないということです。これから先、日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦略の放棄と言います。放棄とは捨ててしまうということです。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。また戦争とまで行かずとも、国の力で相手を脅すようなことは一切しないことに決めたのです。これを戦争の放棄というのです。そうして、よその国と仲良くして、世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。あの日先生も涙ぐんでいた。教え子を戦場へ送ってしまった。自らを責めておられたのだろう。今頃わかった、あの日
たあの日の授業でした。その次にお届けするのは軟着物、実はこれ骨のある人のことなんですね。その最後の方のサビの部分の歌詞が、私たちはどんなことがあっても戦力は持たない、私たちは何と言われようとも戦争をしない、すごいですよね。どこが軟弱なんじゃいというところです。はい、あのここの部分、サビの部分を時間がな、ね、い1回だけ繰り返して、あの1番男性ソロでお届けいたします。私たちはどんなことがあっても戦力は持たない、私たちはなんと言われようと戦争はしない、この国を守るために軍隊がなくてはならないとしたら、核兵器がなくては滅びてゆくとしたら、滅びてゆこうではないか。私たちはどんなことがあっても戦力は持たない、私たちはなんと言われようと戦争はしない、軟弱者と笑うがいい、非暴力で滅びた国があったと、無抵抗で滅びた人々がいたと、愚かにも滅びていたと。私たちはどんなことがあっても戦力は持たない、私たちはなんと言われようと戦争はしない、この国を守るために戦争をしなければならないとしたら、戦争をしなければ滅びてゆくとしたら、滅びてゆこうではないか。私たちはどんなことがあっても戦力は持たない、私たちはなんと言われようと戦争はしない、私たちはどんなことがあっても戦力は持たない、私たちはなんと言われようと戦争はしない。はい、ありがとうございました。歌声の仲間北から音楽をお届けしました。歌声の仲間北の皆さん、本当にありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。